ネオオフィスは、MacOS 用のソフトウェア。オープンソースのオフィススイートである OpenOffice.org から分岐して開発されていたもので、同バージョンのオーと、ほぼ同等の機能を備えていた。2018年6月現在は、リバーオフィス4.4ベースとなっている。ワープロ、表計算、プレゼンテーション、ドローソフトの機能がある。 開発元は neoffice.org で、主な開発者は、パトリックルビーとエドワード・ピーター・アリン。ソラリスとリナックス用に開発されたオート、MacOS のアクアインターフェースを統合するために、過去には、Java テクノロジーが使われていた。リバーオフィスベースの2018年現在は DB、などの一部機能を除いて Java は使われていない。 openoffic.org3.0 e,、N o F F I C、e. より以前 ,openoffic.org e,、N o F F I C、e. には、すでに x 1 1版があったが、アクアネイティブで動く openoffic.org e,、N o F F I C、e. の開発は、長年停滞していた。 そのため Mac 上でネイティブに動く、e、OpenOffice.org を開発することを目的に開発が始まった。X11 には問題があり MacOS で利用できるが X11 版 O の使用には Apple X11 カズダーウィンをインストールする必要がありまた日本語入力などいくつかの問題がある。そのため Mac 上では O でなく Neo Office オオの利用が推奨されていた。Neo Office オオの方がインストールが簡単で、a q u a v O P E N O F F I C E. O R G よりおむねアクアライクなインターフェースを備え、Mac O S のフォントや印刷サービス、クリップボード、ドラッグドロップ機能などが利用でき、O より Mac との親和性が高い。ただし、ネオオフィスをストレスなく動かすには、 X11 版より多くのメモリが必要であり、いくつかの機能の処理速度がやや遅いことが指摘されている。また追加されたコードは、大ほどテストを受けているとは言えない。2018年時点のネオオフィスは、マイクロソフトオフィスとの互換性のある、リバオフィス4.4ベースである。ネオオフィス J は GPL ライセンスを採用しており、 そのソースコードを改変して作成したソフトウェアを配布する場合、フリーソフトウェアとして提供されなければならないと定めている。対して OO は以前、LGPL ライセンスとシスルを使用していたが、シスルの廃止により LGPL に一本化された。なお OPENOFFICE.org の商業版として、3マイクロシステムズがスターローフィスを販売していた。 関連プロジェクトに Neo Office C がある。これはネイティブな MacOS 版 O2.0 を作るためのプロトタイプとして Apple の CoCoA API を使って MacOS 用 O1X を開発するプロジェクトである。しかし Neo Office C は実装が非常に難しいことが判明した。アプリケーションは非常に不安定である。そのため もっと見込みのあるネオオフィス J が支持され、ネオオフィス C は棚上げにされた。ネオオフィス1.2のリリース時に、これまでのアプリケーション名から J が削られることが発表され、ネオオフィスに変更された。2008年10月に MacOS 10V10.4 以降にネイティブ対応した本家 O3.0 が公開された。2012年リリースされた。 ネオオフィス3.3以降のバージョンは、Java ベースではなく、ココアベースになっている。2017年に、古い OO3.11 コードベースから、リバオフィス4.4コードベースに移行が完了した。2018年現在、最新バージョンは、m a c ア p Store にて、有料販売されている。AB、ネオオフィスインザ m a c ア p Store。 www.neoofice.org.2018 年6月19日閲覧。大野の日本語プロジェクト。ネオフィス3.3アナウンスメント。www.neoofice.org.2018 年6月19日閲覧。 アナウンスメンツ、ネオオフィスデベロッパーノーツアンドアンドネオ,オフィスデベロッパーノーツア,アナウンスメンツ、トリニティ .neoffice.org2018 年6月19日閲覧。ネオオフィスマックアップストア。ありがとうございます。